おはこんばんにちは。シビック FK7 ユーザーのカタリストです。ガレージ、ついに完成しました。ということで、今回もタイムラプス映像を使ってガレージ組み立ての様子をお送りします。合間で、愛車シビハチくんが初体験した話なんかも、挟んでお送りするよ。とはいえ、この動画に、もうニーズなんてものがないのは承知のスケスケ、なわけでして。おっと、また半グレしだしたぞ。まあ1週間で10回も回らないんじゃ仕方ないわね。そのうち半分は自分で回してるって説もあるぞ。わら。くすーん。まあこの動画は自己紹介みたいなものなので、シビック好きさんと知り合いさんが見てくだされば、それでいいのです。こんなかわいそうな人にいいねとチャンネル登録をお願いします。もはや泣き落としかよ、と。では早速行きましょう。トラック1台丸々あったから、下ろすだけでも大変だな。真夏日だからね。濡れて困るような木材とかはないけど、撮影には苦労しました。ちなみに、ガレージ1機組み上げるのに来てくれた業者さんは、A、コンクリ担当、B、搬入専用、C、ガレージ組み上げ、D、電気工事。ここに、大元の現場監督さんと、コンクリミキサー車などが入っての工事で。まあそりゃ、数万円、ってわけにはいかないよな、という感じでした。何をするにも手間とお金がかかり、大事なのは人ですね。お、経営者的コメントね。どうだかな。ちなみに今回は建物と、導入部のコンクリ打設まで、お届けします。ほぼほぼ外観の完成までってことだな。さて、一方その頃のシビハチくんは？青空がお友達で、鳥糞をかぶるのが日課だった我がシビック FK7 ですが、工事中で待機してる間に、敷地の隅でかなり土ほこりをかぶったこともあり、スタンドで洗車をしてもらいました。自分でやらんのかい？もちろん自分で洗うこともできましたが、キーパー施工から1年、ということで、このタイミングでやりたかったことがありまして、それがこの、ハフ、ミネラルオフ洗車。というメニューになります。初体験ってこのことか。名前から察するに、純水を使っての鉄粉除去洗いってことかしら。多分そうです。わかってないんじゃないか。以前、キーパーを施工された方が、ミネラルオフ洗車を頼んだら、かなり状態が回復した、という動画を見たことがあったので、試してみたかったんです。本格的なメンテは2年ごとだから、1年目としては妥当な選択ね。比較的安価だからな。ついでに、だいぶ下手っていた、カーボン調のドアノブカバーも、持ち込んで付け替えてもらいました。1年で気泡が入って、見栄えは悪かったな。比較的安価だからね。震え。アジアの大国区を見てね。震え。ただ前のには両面テープがしっかりついてたので、剥がすのに、結構苦労をおかけしました。しっかり1コインくらいの追加作業代は取られたな。サービス料はそこが仕事だからね。自分もサービス料だったりするので、完全消費者視点には、慣れないところがあります。業者さんへのゆるさはそういうところから来てるのね。癖っぽいディーラー担当さんとも良い関係でやってるしなわら。過去の動画をご参照ください。この間も約束忘れてたわね、わら。わかってて付き合うと、面白いものですよわら。箱入りになる前のお清め完了。ね。ついでに塩も巻いとくか？そしてガレージも大詰めです。こちら憧れの電動シャッター。設置はアナログなやり方だがな。かなり重いので大変だったと思います。そしてドアがついて、完成。とはいえ電気も来てないのでまだ格好だけ。車も入れられません。手動で開け閉めもできるけどな。それは緊急の場合でしょうからね。スイッチを電動側にしてる場合は、セキュリティ上、手動では開け閉めできません。外から手動で開いたら意味ないよなわら。そのまま、導入部の打設作業風景、を一気にお送りします。最初と同じ人だな。タイムラプスでは一瞬ですが、工事にかかった 60% 以上がこの左官屋さんの仕事になります。その分ちょっと仲良くなれたわね。まあ後日気になる箇所もあって、逆に言いづらかったんだがな。実は自分もちらほら映り込んでいます。
見る人が見たら、わかるだろうな。導入は、元から引いてあったマス状の、コンクリートを生かす形、で拡張しました。おしゃれ、とは言い切れないけど実用的には十分よね。後でわかるんですが、このマス目のラインが、車を入れるときにとても役に立ちました。バック、オーライ。そして外観の完成です。おお、なかなか立派じゃないか。今まで何もなかった場所がこうなったので、違和感や圧迫感は多少ありますね。大きすぎはしないわね。毛との色合いはマッチしきれてないけど逆に存在感はあるかな？と。材質的にも違うからな。家と同時にプランニングしたわけではないから、いわゆるガレージハウスなんかとはやっぱ差が出るわね。それでも気に入ってますよ。作ってる人も、かっこいい。って言いながら組み立ててたな。そういうの、嬉しいわよね。というわけで、ガレージの外観はほぼ完成です。残りは電気工事と内装か。そこは次回、一気に紹介します。もう見る人も限られてるから、出し惜しみなく行こうぜ。またそういうことを言う。まあ、確かにもう隠しても仕方ないので、こっからも、怒涛の投資ラッシュ、押して自分の思うガレージを作り上げていきますので、どうか次回もよろしくお願いします。人生への先行投資、と思ってやってください。頑張ります笑い。では今回も最後までご視聴、ありがとうございました。